この日はずっと再オープンを待ち望んでおりました。飲み食いどころせがれさんへお邪魔してまいりました。せがれさんはコロナ感染症の影響により2年3ヶ月間休業されており、この度6月23日にリニューアルオープンをされたばかりです。本庁のやしゃごさん、親父さんの系列のお店さんで、再オープンをしたらすぐに来ようと決めていました。おやすは本日のおすすめのメニューから選びました。ホヤは苦手な方も多いと思います。こんなにたくさんのホヤを目の前にして喜んでる私も数年前まではとっても苦手でした。ソニックというのはソーダとトニックのハーフ&ハーフということです。ソーダだとお腹いっぱいになってしまうし、トニックだとやっぱりちょっとシワシワ感も欲しくて物足りないなと思う時にすごいぴったりのハーフ&ハーフでした。これもすごく美味しかったです。レンコンのシャキシャキ感とチーズがすごくよく合って、もうペロっていっちゃいました。こちらも本日のおすすめメニューから選びました。通常メニューではキツネピザなんていうものもありました。ウニはメニューには載ってなかったのですが、
お店の方に勧めていただいたので食べてみることにしました。ちょっと贅沢してしまいましたが、すっごい美味しかったです。こちらも本日のおすすめから選びました。普段はあまりサワー類は飲まないのですが、おすすめに載ってるということと自家製、そしてメロンというところにとても惹かれて、珍しくサワー飲んでみることにしました。今私が座ってるカウンター席の他にテーブル席、そしてこれからの季節とても気持ちが良さそうなテラス席があります。そして2階には個室もあり、最大で16名まで入れるようです。はい、大阪はちょっとライブで行ったんですけど、そうですね、できることならこの日のデザート、マンゴージェラートもいただきたかったのですが、もうお腹がパンパンになっちゃったので、これで締めて帰りたいと思います。すごく美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日の動画はいかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントとお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。